こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはルイカトルズ、グロージュニアス。この馬も好スタートを切りました。アルファベットスープ前に行きそうです。ルイカトルズ、それに続いています。さらにはグロージュニアス、11番、ハイクラウン、その後ろロストソルジャー、どうやら後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはグロージュニアス、その外からハイクラウン。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。前に戻りましょう。先手を取ったのはハイクラウン、その隣にルイカトルズ、その横にグロージュニアス、アルファベットスープ、この馬もこのグループ、その外にアリゾナアリーナ、さらにはソウルオブザマター、白の帽子、フリーブラッド、その後ろ MI ブラ、この位置です。並んで13番、キャニオンジルコニア、シャープスペシャル、すぐ後ろ、その後ろにグリーンパッサー、ギャロップキャスト、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ11番、ハイクラウン、ルイカトルズ、ほとんど差がありません。アルファベットスープ、3番手 MI ブラ、これはかなり後ろからの競馬です。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 先頭はアルファベットスープ、ルイカトルズ、必死に追いすがります。アルファベットスープ先頭、ルイカトルズ追いすがります。アルファベットスープ、アルファベットスープ、1着、2着にはどうやらルイカトルズ、勝ったのはアルファベットスープ、見事な勝利です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マルターズウィッシュ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してマルターズウィッシュ、花に立ちます。その後ろからはストーンファルコン、この馬も上がっていく構えです。さらにはサンシャインチャイム、8番ミッキーシャンデリア、その後ろアリゾナシンガー、どうやら後方からの競馬では、前の方からミッキーシャンデリア、先手を取りました。内からはサンシャインチャイム、その隣にストーンファルコン。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から見てみましょう。サンシャインチャイム先手を取りました。その外からミッキーシャンデリア、その外にスターメロディー、好位置をキープしています。リバーガール、内からはオーリエット、その外からサッカーハット、並んで11番、ライラックスクワート、マルターズウィッシュ、すぐ後ろ、その外にフリーコラム、さらにはアリゾナシンガー、最後方にスピードウィングス。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として1番、サンシャインチャイム、スターメロディー、ほとんど差がありません。ストーンファルコン、3番手リバーガール、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はストーンファルコン、その隣からはサンシャインチャイム、スターメロディー、その後ろ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サンシャインチャイム先頭、残り 200m、 先頭はオーリエット、リバーガール、まだ後ろ、ちょっと厳しい。サンシャインチャイム追いすがります。オーリエット、オーリエット、1着、2着にはどうやらサンシャインチャイム、オーリエット、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。
さあ前に行くのはどの馬か。ロックエンジェル前に行きそうです。シーキングザパール、それに続いています。さらにはギャロップバラッド、9番アイングゲーム、その後ろ。前に戻りましょう。ロックエンジェル先手を取りました。すぐ後ろにベルベットブレイク、その外からレインボープリテンダー、内からはタナディアンシップ、ギャロップバラッド、そのうちに続いています。内からはグレートソリスト、その外からアイングゲーム、前はロックエンジェル、タイムトゥパーティー、ほとんど差がありません。レインボープリテンダー3番手、シーキングザパール、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はシーキングザパール、シーキングザパール先頭、あと 200m、 シーキングザパール先頭だ。しかし残りわずか、シーキングザパール先頭。2番手はクールフォワード、シーキングザパール1着、シーキングザパール完勝、シーキングザパール1着、2着はクールフォワード。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。シーキングザパール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはラブニゾン、綺麗なスタートを切りました。フラワーパーク前に行きそうです。ラブニゾン、それに続いています。さらにはバーボンアムール、15番、マウントウイング、その後ろ。イングランドカラーズ、どうやら後方からの競馬。前に戻りましょう。ラブニゾン先手を取りました。14番、フラワーパーク、2番手を追走。ピンクの帽子、マウントウイング、その後ろ。内からはバーボンアムール、センセーション、そのうちに続いています。その外にスカイエイジ、その外からタイムトリリー、並んで5番、アカーリッド、オートアロマ、この馬もこのグループ。すぐ隣にティバリダ、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあ先頭はフラワーパーク、フラワーパーク、さらにリードを広げます。2番手はラブニゾン、マウントウイング、3番手、さあフラワーパーク、このまま逃げ切れるでしょうか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。フラワーパーク先頭、2馬身から3馬身のリード、あと 200m、 フラワーパーク先頭だ。残り 100m、 フラワーパーク先頭。ボスラシャム迫る、やはり強い。フラワーパーク、フラワーパーク1着、フラワーパーク1着、2着にはどうやらボスラシャム。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。フラワーパーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭はキクノウイン、セタノキング先頭。2番手はドルフィンボーイ、セタノキング先頭。一気に川内立て男、川内立て男、川内立て男1着、2着にはどうやらセタノキング、勝ったのは川内立て男。
さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立った。カワチシュール残り 200m、 カワチシュール余力は十分、さらに引き離していく。カワチシュール差を広げる。2番手は進行ウィンディー。カワチシュール1着、カワチシュール完勝。カワチシュール1着、2着はマッチレスグラス、見事に勝ちました。カワチシュールストリートブルーム完敗です。着外に沈みました。最速の名をかけてスプリンターたちがここ中山競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝六波論戦。さあ G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ最後は大外枠の日本ピロプリンス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。ボディーガード前に行きそうです。続いていくのがエイシンワシントン、その隣にヤマニンパラダイス、その外から AP ジェット、その外にプレストシンボリ、その隣にイブキパーシブ、その横にアグマイアロケット、ライデンリーダー、そのうちに続いています。その外に日本ピロプリンス、ビコーペガサス、この位置です。さあ先頭は依然として3番ボディーガード。ここで先頭が入れ替わりました。カワチトリビュート、ボディーガード2番手に控えました。イブキパーシブ3番手、ビコーペガサス、いい位置。果たして先頭を捉えるか。カワチトリビュート先頭、残り 200m、 カワチトリビュート先頭だ。残り 100m、 ビコーペガサス抜けた。2番手はヒシアケボノ、ビコーペガサス1着、ビコーペガサス1着、2着はヒシアケボノ。これが世界を制した実力だ。ビコーペガサス